タリーダース、タボトアッタ、藤原ナミルト、カロサイキハークといえば藤原さんがカロサイキを裏切ったというような格好でございますが、今日の試合、いきなり打撃から始まっていく。藤原のヘッドロック、普通に決まっている状態になるかもしれませんが、この男、なかなかにこずるく、いや悪く、いろんなものを仕込んできます。それを知っているカルサ駅がどのように対応するか。さあ、ヘッドロックで締め上げるのが今度はカルサ駅。しかし、すぐには捉えられず、今度は腕を取るか、いや、持ち上げて、チェックをくるっと回して、今度は藤原が上になる、ローブライブがない、一気に気にかかるところだった、さあ、このまま、コーナー、いや、逆に振り返して、かわして、何をする、ぶつかり合いは、パワーでは、カウンターだ、ローブ振って、おお、いや持ち上げた、いやこれを腕で切り返す、選手から離れてください、選手から離れてください、選手から離れてください。藤原には悪いことなんじゃない、スピードもある、そして飛び技もある、行くぞ、飛んでいく、よっしゃー、開始2分で藤原が場外から飛んでいきます。会場ではトラックの上からでも飛んでいく藤原だから、しっかりとカウサイキめがけて飛んでいきました。さあ場外ラット、この飛び技でペースを握ったのが藤原竹也だ。さあ小松さんの椅子を使っての攻撃から、さあそしてどけ選手から離れて、ちゃんと片付けとけよ、痛い、そこレベリーが一番痛い、よーはー、選手からは結構な距離を取ってもらえると助かります。かなり危ないです、どこ取ってくるか分かりません。
と古傷痛んだか右膝を抑える仕草だ。しかし学校軍警官を踏んでいた。さあ右の足捉えて左足も捉えて藤原が複雑に足を絡め取って決めていきます。片足膝を取って相手の力が入らないようにして起き上がるのお力がいる。さあエルボー、上からエルボー打ち下ろしていく。さあ藤原に余裕の表情だ。大した顔さいき足の気合いを入れながら立ち上がっていきますが、いやーもう一度足膝のあたり攻撃を加える宇治原非常だ。さあちょっと蹴らただけでもちょっと今しビリッときたか、ビリッときたか。ここは蹴られればピルボー、この先は回数腰持ち上げて下から持ち上げて自分で回って投げていく、なんという力だ。ここはカウント2返していきます。さあ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 起き上がってくるところ、走る、かわす、逆さを抑え込み一気に行く真正面か、うん、捉えて、いやバックに回る、バックの取り合い、バックの狙い、どっちだ、どっちだ、バックエルボー、3連発から藤原走る、ラリアドをかわして、セカンドロープ捉えて、2-2に行かせない、そっから何する、カウサイキのパワーでぶっこ抜いていく。セカンドロープからのスイング式の DDT を耐えてぶっこ抜いていきました。膝を痛めつつもこのパワー、カウサイキ、さあチャンスが巡ってきたか、藤原だけを捉えて終わりだ、決めに行く、両腕も捉えて持ち上げる、よー耐える、これを食らうわけにはいけないね、この時はなんだ、
はい、どうぞ、何？おい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 、こんな見てられっかよ、おい。出よ。おい、今からよ。おい、ご覧ください。もう少しでレゴはきれいになります。これでレゴを使っての攻撃はないでしょう。ただもう一度ケースに戻っていくので負けばなんとかなります。ダンクローさんにもいい情報を与えとかないと僕が公平じゃないかって言ってみました。さあリングの上はタクマッチの手を成しているかどうかの手が原口じゃないな、これ藤原だけどな、藤原が先制攻撃、王家攻撃にしています。首を捉えてベアから自ら走って気持ちを落としていく。さあ一気に決めようとする。いやー、セーフティーはまだダンギョローにやられてる。カウカウ佐伯がやられてる。ここまだカウント入ってますが、カウ佐伯がグロッキー、その間にセーフティーさ、先ほどまでは元気であったがやられてしまっている。さあ首を捉えてセカンドロープに足が出られる。しっかり入ったね、レゴはね、ダンジョローさんのカバンに入ったね。さあ、タッチが成立、赤コーナー、ダンジョロー痛い痛い。さあ、持ち上げて高く高く、ハイアングル、ボーッと掴む。さあ、倒してボーンとしていく。Come on!
振り上げる。さあ、がもう、やはり、やはり、やはり、もう。そうだな、男女を、というコンビ強いか。さあ、自ら、エプロン飛び乗って、その下から帰る形で、ドリブルの先頭を、そしたら5分経過後、踏んでるか。
きな大きなタウを上げれるか、上げれるか、上げれるか。そこに入ってくるのも2人を、どちらだどちらだ。藤原が決めて、そしてその間にも落ちられる。顔の大きな体はアルゼンチンバックにいた。藤原はセーフティーを締め上げているが、青ここで押していきました。さあリングの上は藤原を呼び込んでタッチを決める。ストッピング、ストッピング。そのままクルボー捉えてセカンドロープ、そこからスイング式 TNT、 今度は綺麗に決める。さあ立てたれと声を出しながら自ら走って飛びついて、スタナー首から落としていった。さあこれは綺麗に決まっているよ。しかし10分経過、10分経過。さあベルリーがセーフティーことに言わない代わりさえ君がやられている。さあ逆数ね、こちらもいい音投げつける。藤原の蹴りからさあダンジョロアリアット、そこからエース切りから、さあここは決まるプレーパスター。おお、その間に藤原上に高いところからフロップスプラッシュ、構える、いや行かせないけど、もう一人いる。ダンジョローが近寄る接点、寄せて、おお行く。スプラッシュかと思いきやスワットホンが待っていた。さあここは綺麗に決まっていたぞ。関西駅が立ち上がれない。そこ強引に藤原が起き上がらせて、いや、かわして藤原が飛ぶ。さあ、おお、危ない、飛んでいった。リングの上は最初のシングルと同じ2人カウ走る。いや、藤原が足が鳴ってた、かわした。ここは上がる、さあ、ダンジョローが
ありがとうございます。